ぜひあのよろしくお願いします。はい、 OK ですかね。はい、じゃあ録画始まりましたので皆さんよろしくお願いします。じゃあ前回 A ブロック優勝の小野さんです、よろしくお願いします。はい、あ、どうもすみません、またあのマイクを持ちましたけども、今日がこれ第何回ですかね。第9回、ランダム 3on3、高いお兄ちゃん杯、あの通称高いお兄ちゃん杯ですね。はい、ではこれから始めていきます。盛り上げましょう、よろしくお願いします。では、今回 3on3 ということで、結構チーム数多いんですけども、2大進行ですかね。はい、では2大進行でいきますので、まず最初の第1試合の方たち、ちょっとこちらの方で今画像を用意してますので少々お待ちください。ちなみにあのチームの人たち皆さんあの面通しは終わってますかね。まあ言うてももうみんな知り合いみたいなもんですからね。あ、確かに。あ、ちなみに今日はあの武帝が一人、武帝様が一人で、あとこの大会あの伝統的にジャッキーとアキラが少ないんですけど、今日ジャッキーが2人いますかね。まあそのうちの1人が武帝なんですけどね。では、第一兄弟がですね、不動アキラ、同時ニーヤン、アキカンさんのチームと、ヨスガ、カメゴン、神楽坂ウルフのチーム、じゃんけんしてください。で、第二兄弟がチップ、オズモ、高雪お兄ちゃん対、コビー、タラミ、サントラのチームです。よろしくお願いいたします。ちなみに今回あの出ているサントラさん、サウンドトラック A さんは家庭用からの来られてる方と、で今ちょっと第二兄弟が、音が出てないようなのでちょっと第二兄弟は、で第一兄弟の方とかはもう準備完了ですかね。というわけで、ではまず第一兄弟の方から、まずはみんな大好き神楽坂ウルフ、なんか今度結婚するとかいう話ですけども、リア充マックシグラの神楽坂ウルフが名人から王者に落ちて試合に挑む。そして相手は最近あの大会へのモチベーションがすごいアキカン君、最近はレシボン安定してきました。さあアキカンが選ぶステージはどこを選ぶのか。さあ神楽坂ウルフにおめでとうというコメントも来ております。さあマミューのためにも負けられない神楽坂ウルフ初戦を勝ち星で飾りたいが、ステージはハイフェンス。さあ開幕か PK、 さあキャッチが入って、さあヤコで折り返し、さあ通常投げ、もう半分ですね。後ろが通って、ああコンボはウルフは大したのが入らないが空中に落とされる。さあここからカイコが入る。ああ項目がガードさせる、項目が当たったが、ああ削りきれない。さあ横からどうだ、あーっとマイ PG、一本選手は神楽坂ウルフ。ああ草加放水から後ろ抜けている。さあ 4P で切り返していく。ここからおっとコンボが入って壁まで持っていく。 3P プラス系もバッチシ。さあ前で前が入って、さあ P から全部暴れている、全てが黄色。まあマッチポイントは神楽坂ウルフ。
あ、前々ピラス系かな。おさあ、すべてがカウンターヒットしますね。暴れすぎじゃないですかね。さあ、ここからコンボで壁に持っていくが 4P で切り返される。ヤクオが刺さる。あったが、おお、アキラの大ダウン。さあ、熱波来てですね。あ、ここから横は抜けている。こっから、さあ、マイピーが入って、コンボがでかい。さあ、コンボが入って、さあ、壁に張り付いて、コンボは若干安いか。さあ、こっから、あー、最後はオーバーキル、バーニングハンマー。さあ、一人目抜いたのは神楽坂ウルフ。マミュンに届け、この勝利。というわけで、次は誰が出てくるのか。不動アキラと同時にやん。あ、やはり同時にやんです。同時にやん、東証になってますね。さあ、しょっぱなから煽る煽る。大して意味はないけど煽っている。さあ、大して意味のない煽りから。あ、どこ、おっと、壁を、廊下を選んだ、ドジンヤン。壁には自信があるのか。ただ、ウルフもここのステージはワンチャンありますからね。おっと、最初からヘビーミドルが入る。さあ、ここから、どうだ、肘がカウンターヒット。さあ、後ろが通る。4フレ有利だぞ。そして前が入って。おー、しゃがみながらの基礎体がヒット。あ、こっから前が通る。これでほぼ5分。こっからどういく。さあ、 3P シャカシャカ。おー、前前ピーバスケ。日本選手は同時にいいやん。あー、 1P から、あー、横から、横からの攻防が、横からの攻防が熱いが前で、あ、こっからキャッチは抜けている。さあ、 3P からキャッチ。おっと、確定は逃さない。そして壁投げ、どんどんと。おっと、最速で投げる。さあ、神楽坂フルフも負けてはいない。1対1。そしてここから、おお、回復が早いですね。そしてマイ PG、 下パンカウンター見ている。さあ、下段は確定。あ、ここから後ろ、さあ、シャドウレッパが入って、マイマイ PG。 さあ、確定。マッチポイントは同時にやん。さあ、膝の方まるから、どうだ、マイマイピラスケ、シャーカ PP、 そして緑で割り込んで 4P が当たる。コンボがでかい。ああ、やがミスショーだ。これがやっていないさ。ああ、前は抜けている。さっき見せてもらったろ。ああ、 8P プラスケで、おお、お互いに、さあ、カグラッキーが煽る。さあ、4フレ有利かな。どうする、あ、マイマイピラスケ。さあ、下パン、両者マッチポイント。さあ、ズボナックルかな。コムが入って、下まで暴れてる。さあ、肘、そして地蔵体、的を絞らせない。 1P。 さあ、さあ、下段中段、下段中段と、最後は上段。さあ、エクセレント。なんかニーヤンが吠えてますけども。さあ、ニーヤンが一人を抜いて、お互い保守的には五分。そして、よすがのチームはカベゴンを送り出す。さあ、幸せ者カベゴン、新婚さんでございます。おめでとうございます。さあ、有名プレイヤーカベゴンが久しぶりに高木お兄ちゃん杯に帰ってきました。俺はベレーサで行くと。どうでもいいですね、これ好きにしてくださいと思いますけども。
さあアッパー入ってコンボ入る。さあここからあっとトンネルトンネル地に足がついてない。あこっからキャッチが、あ前は抜けている。さあちゃんと背中側に行って壁に押し付けられなかったか。さあ P から P から、さあどういく。さあおっと確定が入らない。ああ、最後はオーバーキル膝、そこでそれ必要なのか。さあカーベゴンがなんだかんだで一本選手。さあニーヤンが前を通して、おしゃがんでいる。通常は抜けて4振り有利から、さあ下パンカウンター、まあ生投げ。さあズボナックルと相手の、おっとか背中で逃げようとしたところを逃さない。肘カウンター、シャカカウンター、わーっと4振り有利、キャッチが入って今度は前が通る。あーおー抜けているズボナックル、残念。さあマッチポイントはカーベゴン。さあ出し切って、さあ通常シャカから攻めていくが、下バウン、あ飛んでいた、あガード外し、あおっと距離が足りない。こっから通常で、さあこれはいかんやつ。さあカベゴンが3対0。さあなかなかいいシーソーゲームですね。さあカーベゴンに対して相手は大将不動明ですね。さあイブシギンの、イブシギンの不動明がカーベゴン相手に選んだのはハイフェンスですかね。これおオクタゴンですね。さあカーベゴンっていうな、おー最初から当てみあーガード口からコンボが入る。あ 4P から、おっとだ、おーっとちゃんと半回転打って一本選手は不動アキラ。キャッチャー抜けている、今のは通常ですかね。さあ情報から、あーやっぺが当たって下パン、どうだ、おっと前が通る。さあヤクホマッチポイントは不動アキラ。さあカーベゴンは一本取っていきたいが、あヤクホカウンターで刺さる、限定コンボバッチリ。さあ避けたところにオクラスが入って抜けている、前は抜けている。さあさあガゼン厳しい、男のタッチガード男の、さあここからガーホッとちゃんと回復している、老人とは思えないこの回復力。さあ危なげなく不動アキラが取って、最後は大将戦不動アキラ対千葉の星ヨスガ。さあやわらう対不動アキラ。ステージはアイリーステージ、ああジャッキーステージですね。さあハイフェンス、スゲドオロ対アメイジング、さあ中間距離で下番から後ろ抜けている。さあ出し切ってコンボがしっかり入る、おっと、さあどうだどうだ、おおちゃんと腹が下げていた。さあリボンカウンターから、おお屈伸でヤクオが刺さる、トントントンと。さあ一本選手は不動アキラ、そして不動アキラが珍しく煽る、
若い者には負けてられないんだと。さあ今のはあれですね、魔法をちゃんと 4P で潰してましたね。あ、こっから、あ、魔法だ。さあ休憩から後ろは抜けている。あ、ちゃんと腹が先を徹底してる不動明。さあ下番顔だから、どうだ下番顔だ、来た、ここでようやく入った。お仕置きの裏剣、そしてマイマイ PG、 第一招集が入って1対1。さあさあここからコンボは入る、そしてマイマイ P プラス K で押し戻していくが、横から PPP。 さあここからどういく、おお、ちゃんとよ、 P 後ろ PP 返していく、 P カウンターから、あっとどうだ、チャーカ PK。 さあマッチポイントは和らう。さあプライドマッチです。これ下番カウンターからリボンカウンター、全てカウンター、ちゃんとしゃがんでいる。さあアキラ帽子長いにきついが、さあこっからどうだ、おっと役後に突っ込んでたところに待ってるな、サコ。さあ虫の息、こっから巻き返せるのか、あっと、おっと、あー休憩が当たる。さあこっからはアメージングあるのか、アメージングあるのか、さあジョーさあこれで2対2、驚異のまくり。さあこっからどういく、側面カウンター、さあ後ろは抜けている、そして休憩が当たる。さあアメイジング、アメイジングなの、どうなの、車上が当たってコンボが入る。さあヤクオに対して肘でカウンター取って、横から、さあヤクオが当たる。さあウドアキラ仕事をしました。いやーさっきの4本目やわらう遊びすぎでしょう。というわけで不動明空空き缶同時にチームが1回戦ですね、あの勝ち上がりでは、第2試合はチダーク兄さ、2代目アニーサラお遊戯ダブルゼータと、あともう一つのチームがちょっと見えてないですね。あ、すいません、これ3チームブロックですね。ね、じゃあ、勝ち残りですね、これ不動明のチーム対チダークのチーム、じゃんけんしてください。Select mode.
はい、じゃあ今ですね、大野さんが再戦中ということで適当に高木が喋ります。今は秋勘さん対、2代目ヤニーサラさん、秋勘さん頑張れとコメントもいただいてますので、秋勘さん頑張ってください。あーね、ばあちゃんの実況は結構難しいんで適当に高木がのんびり喋ってきますけど、お、秋勘さんがコンボが決まって、どうするどうする、お見合いで後ろが通ってコンボがしっかり、あーガード崩しが入ったけど肘で返されて、さあ兄さんがさあ、なんだあのサーペントじゃなくて、なんか2段のやつで返しましたけど、さあ兄さんが2本取りましたけど、秋山さん1本取り返した、1本でも取り返してほしいところ。段位的にはレッシーと超人だから結構まあまああると思うんですけどね。 B 兄弟みたいな、あ、すいません、ちょっと B 兄弟もまた見たいんですけどね。あ、切り替え1台しか配信できないんで当たり前ですけど、ちょっと A 兄弟でしばらく行きます。あ、 B 兄、 A 兄弟の試合が終わったら B 兄弟に切り替えていきますかね。はい、こんな感じです。というわけで兄さんが勝利ということで、今 A 兄弟の方はチダークさん、アニーサラさん、おゆうきじじいさん対、不動アキラさん、同時兄さん、アキカンさんのチームですね。不動アキラさんのチームがさっき1本勝ちましたので、不動さんチームがこれで勝てば決勝進出ということで、同時兄さん、同時兄さん、あの群馬から来ていただきました、ありがとうございます。さあラウ対サラ、カステラステージでラウとか結構壁ゲーが強いイメージなんで追い込むときついかなってところです。ゲパン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 の嵐ですね。高いゲパン、下段がちょっと打ち合いが激しかったですね。あー、ズモナック出ましたね。タシパン中段から、さあ下段が透かして、さあ下段からのキャッチ、 HKK で返して、さあ同時さんが攻める攻める攻めるよ、ケパンで抜けて、さあ勝負、あーこれは見えなかったって感じですね。さあお互い1-1で、コメントいただきました、ありがとうございます。先に A 兄弟ブロック配信で B 兄弟トーナメント後から、そうですね、先に B は、そうですね、あ、まあ後で、 A は A の配信、この試合が終わったらちょっと B に切り替えてみましょうかね。はい、さあ同時兄さんが壁に持っていきたいという見せかけたところで投げと、同時兄さんリーチですよ、下段からの、あーで難しいな実況。さあ投げて、あーなんかよくわかんないサラの連携、さあ下段キャッチの中段投げ透かして、中段中段中段ゲッパン、さあ壁に行ったよ、サラが攻める、同人さんの勝利ということで、あの壁に持っていかれるとコラウは勢いがあっていいですね。ちょっと攻められてる方がきついかな。自分パイとかも強い使うんですけど、
タイムね、トコトコトコとかああいう連携で攻めると気持ちよくなるんで、なかなかいいかなって感じです。さあ出てきたのはおゆうぎ ZZ さん、おぎゅうぎじじいさんですね。いつもありがとうございます。なんか大物食いをするプレイヤーさんということで有名ですが、なんかとんかつさんも倒したということもあったり、確か前回ぐらいの個人戦優勝してますんで、なかなかおゆうぎさんは大会は結構強いと思うんで、あーコア落ちてしまいますね。さあバラバラから逃げて、サコサコ投げ、配置KKで中段下段からの、そう避けて投げ、避けてもまだ2ですね。下段がきつい、下段下パン下パン下段、これはいいぞ。おゆうぎさん、さあお互い1-1ですね。お馬蹴りから入って、そこダウンはちゃんと拾いますと。コメントいただきました。高木お兄ちゃんがアイリンのコスチューム大会開催したんでしたっけ。いや、アイリンオフ会は高木じゃないです。ラオウさん、サードで有名なラオウさんが企画しました。アイリンオフ会は称号 AB 大会も実はラオウさんが企画したんで、まあ、ラオウさん結構その時もそうなんですけど仲良くさせてもらって、アニュートンのイベントを続けてたって感じですね。はい、あ、おゆうぎさんおめでとうございます。同時にさん同時にさんからきついということで、おゆうぎさんもちょっとノリに乗ってますからね。はい、そんな感じで、まあ、ニュートンでこうやってイベントとか企画させてもらって続けるのもラオさんのそういうのもあってからかなっていうところでございます。はい、で次に出てきたのは不動明さん。不動さんはなんかすごいですね。この間の暴れ馬さんの大会でも来てましたし、だからどこにでも現れるという噂の、はい、不動さんですが、さあ不動さんとおゆうさん行ってみましょう。さあ投げて、ケーパンからの、さあ壁がきついよ、あーガード崩してコンボが入って 1KK がガードする。さあ落ち着いて投げる、コボクが置いてありました。さあ不動産2本ですよ。はい、ゆうさんがやり返す。さあ壁を背負ってるのはゆうさんだけど、おお逆転して、さあおゆうさんの投げが入って、さあここからおゆいさん挽回するかってところですね。酒5ですからもうちょっと飲みたいところですけど、さあ不動産が攻めるけど、おゆいさんがガードしきれなかったということで、不動明さんの勝利ということですね。まあ、こんな感じでいいのかな、喋ってて。はい、まあ、適当に喋っていきます。さあ次に出てきたのは自作マニアチタークさん。久々の
ランダムチーム対抗戦参加ありがとうございます。ジューブって、あ、今日あれですね、実況、はい、なんでしょう、はい、あれ、なんか、はい、じゃあ A 兄弟 A チーム不動明チーム1抜けで、空いた1兄弟でよすがチーム対チダークチーム続けてお願いします。よすがチーム対チダークチーム、はい、ね、今映像を切り替えた方が B 筐体で B ブロックの1位抜けを決めるコビーチーム対大野チームですね。はい、これね、 A ブロックの方3チーム中上位2チーム、2位抜けまでが決勝トーナメント進出、 B ブロックの方は4チームなのでこちらも1位抜けと2位抜けの2チーム、計4チームで決勝トーナメントを行います。
はい、これで B ブロックの方1位抜け、大野チームですね。じゃあ次2位を決める、初戦はコビーチームじゃないな、チップさんか、チップラファールチーム対白抜こうチーム。はい、そういうわけで、じゃあ B 第2兄弟は第2兄弟はあれですね、まずチップのチーム対白猫のチームですかね。いやそうなんですよ、メジャーリーガー強いんですよ、エブタニ JA エブタニ JA 強かった、膝が当たりすぎ問題この相変わらず最速できてないっていうのはこれは 誰なんですかね多分これあれですかね、あタラミのこと言ってるんですかねはい、さあまたアリチキンが先方で出てくるということは、白猫のところが、先出しですね。さあこれに対して高いお兄ちゃんですかね、高いお兄ちゃんのパイ、この突破力のある称号 A さあ突破力のある称号 A、 今日はバツがついてますね。おっと、渋川龍対板橋 VF 強いってみましょうか。ステージは八角形、そして 1K プラス G で地味に削っていく、そして投げに対しては PK で割っていく、さあ 1KG 通常投げ、さあチョイエが入る、あコンボを見せてしまったか、ここから壁に折り込んでるのはまたアリチキンだが、ガーッと見せてもらったと、その下段は分かっていると、あ思い切りのいい連脚、一本選手は高いお兄ちゃん、さあハイアート 7KG 両を使ってハイアート、さあ後ろへ投げる、さあ PK で割り込んでいく、なあなあしゃがんでいる、おー 1KG がカウンターヒット、下段下段と、さあ側面からチョイエが入って、さあ壁に持ってった突きだと、さあコンボ入る、またアリチキム1本取り返す、さあここから 1KG 横の側面チョイエ投げかけてないか、一応投げは通して後ろ抜けている、あー飛んでしまったか、しっかりコンボ入れて、さあこう横から PP 後ろ P、 あーちょさあ細かい攻めで高い兄ちゃんがマッチポイント、さすがこの称号 A 強い、さあしょっぱなから、あー休憩のコンボを見せる、さあ今度は暴れを読んでの下段と、そしてそこには裏切りの休憩、おっと2発目当たって、おー下回り割り込んでいく、さあ壁に当たる好きだ、あっとコンボが安かったがまあいいでしょう、
さあ両者マッチポイント。さあこっから名勝から、あー今度は前が通る。いやー PK で割り込んで今ちょい矢が出てたのか。さあこっからおーっと引き逃げ事故がマックス選手ポーが当たって、さあ1KK割り込んでいく。さあミドルから後ろ抜けている、横投げ通る。今日の高井君兄ちゃんちょっと突破力はないか。さあ一人抜きはまたアリチキン。そしてまさかのここでチップ、チップが先に来たということはズボさんを大将に残したということですね。さあこの采配が吉と出るか凶と出るか、またリチキン対チップラファール。いやしかしチップのこのコスチュームのセンスのなさは異常ですね。これこれはひどい。さあ下段で攻めていく。さあ下休憩、そしてキャッチが入って横投げ通る。ああ前々休憩、横から確定 46K はガードシール。こっからどういく、こう側面 P、 側面がミドルがカウンターヒットして PKP をつなげて一本選手はチップラファール。さあ有利先野郎のチップラファールに、おーっと 8K が入る。さあコンボをやって、さあ横からタッチパで浮かす。さあ P プラス K、 今度は前が通る。これ危ないとこじゃない、おっとまたアリチキンちょっと狙ったが残念、マッチポイントはチップラファール。さあ PPP プラス K から、さあコンボ入れるが、さあ仕掛け、おっと目つぶしで、あ前前 KK、 あここからあーガード外しが入って選手ポー、そして全回転でやって、おっとこれはどうなの、あっとおっガード差し有利のガード差したか。さあここからおお張り付いた、最後まで様子を見ているチップラファル。さあ側面から PK、 さあ PK 側面が止まらない。うわ下 KG で 44K は暴れたか。さあここで 44K が当たって、あいやー、さあなんとかチップが、またアリスキを倒して星を戻します。ということでこれでチップに対してニャンタを当てるのか白ノコを当てるのか。長考の末どちら出てくるのか、ニャンタです。さあニャンタ大戦争が、まあ確かにリオンに対してゴーを当てるっていうのも実際ありだと思いますね。火力はやっぱりだいぶ違うので、まあ、土蜘蛛をどんだけ当てられるのかと、あとあれですね、オーラーをどんだけ当てれるかというところになるんですけど、まあ、その辺チップがまだ結構有利先をするので、まあ、もどうなるのかっていうところがあるんですけども、さあ 44K が当たる。そうゴーはさあ横から確定、横だけ通って、あーおっと、あー PK どうだ、さあ肘 PK 暴れているニャンタ大戦争がおらついてます。さあ一方選手はニャンタ、あー出ましたカルラ、リオン殺しの技カルラ、そして下段投げは抜けている。さあこっから早球で持ってって、さあ肘 E は残念ながら効果で勝ち下がるのは高嵐のみ、マッチポイントはニャンタ。PK から 8K、 そして前でと投げて土蜘蛛がガードしていた。
そして後ろが通る。どうなの？どうなの？チップさんどうなんですかねこれ。あ、さあ肘をさばかれた。抜けている。あ、ここかな？どういく？あ、四六系裏切りの四六系が入って。あ、ここから三ケージ。さあ、なんとかチップが一本取り返す。カルラ。さあ横投げ通ってる。前前キーケー。さあ横肘から投げ、通常投げ。さあここでも通常投げ。おっと前は抜けている。さあここで土蜘蛛が入る。壁まで行って、さあミドルピーこれはチップがここで負けたのは大悟さんでじゃないですかね。これ残るはズボン。さあズボ対ニャンタ、なかなか面白い試合じゃないですかねこれ。さあズボさんは結構しっかり投げるので、そこに対してニャンタが投げさばきを入れれるかどうかっていうところですけども、さあ大相撲ジャマン対ニャンタ大戦争。選ぶのはやはり壁か。いつものこのズボさんのあの開始前の精神統一が入った感じですねこれ。さあ大相撲ジャパン、おー、しょっぱなからドーラドアコンボが入って、おっと今小僧賞が見えてましたけど、さあ壁に張り付いてエクセレント。あ、はい、すいません、実況はオードです。さあ送球が当たって、おっピュージョ B が背中で遊んで、ここからは下番どうだ。あー、サーコが入る。サーコ後ろが通って、後ろもでかいんですよねこのキャラ。おーっとこの壁際でこれあかんやつ。さあマッチポイントはニャンタ。おっと小僧賞が見えていたか。さあ膝から、肘どうだ。おーどうだ、シャーカー。おっちょっとズボンさんが投げれてないですかね。おっとここで通常、おー下パンで割り込んで前が通る。前減りすぎ問題。あ、ここから前は抜けている。さあ横で当たったか。大人の立ちガードをして何なことなきを得たか。さあ側面から、あーガードされたか。おーっと下段には肘が間に合わず、ズボさん首の皮一枚で、わあしゃ下毛まで出し切って 4K が入る。おー出ました、東空車掌ですね。さあ肘カウンターから素動体で暴れて横投げ抜けている。さあここからカルラ地獄が、おーっとこれは死んださあチップが先に出て負けたな。これ大誤算でしょうねこれ。まあしょうがないでしょう、これはニャンタが強かったというわけで、これで白猫のチーム対、コビーのチームですね。今度は白猫のチーム対コビー、白猫対とコビーはじゃんけんしてください。さあこれ今第一筐体はどうなったんですかね。というわけでこれでチップのチームはこれで終わりと。
さあコービータラミサントラのチームと白ぬこニャンタチキンのチーム、あ、一大進行になったんですね。はい、でこれは、2位抜けまでが出れる感じですかね。なるほど、お互い2位抜けがまでが出れるという感じですね。さあ先方先出しはマタアリチキンに対してサウンドトラック A、 サウンドトラック A ですね。これ サントラ放水道、そうですね、家庭用の方らしくて、はい、ただやっぱり最近なんかあの家庭用の方が結構こういう大会とかに来てくれるので大変嬉しいですよね。しかもね、家庭用で出て地上まで行くって結構すごいと思います。さあマタアリチキン対サードトラックへ新旧対決。さあ鉱木が入る、どうだ、おっとしゃがんでいる、チキンがしゃがんでいる、あっとコンボがちょっと前いいでしょう、やり直したが前いいでしょう、前いいでしょう。さあ一本選手はサンドトラックへ、おーかっこいいですね。ただそこに待っていたのはハイヤート。さあ真ん中で戻してどういく、おー側面からこの提出。さあここからどういく、後ろが通る。さあチキンも一本取り返す、さあゴミ拾いからさあちゃんと避けて長山打ってます。そして前、あキャッチですねこれ。はい、ここからさっきから項目が当たりますねこれ。いやまたアリチキンちょっとしゃがみすぎじゃないですかねこれ。さあマックス選手棒が当たる、今日のマックス選手棒を与える。さあ P を避けさせてリボン、さあマッチポイントはサウンドトラックへ、そろそろ出るのがサウンドラ放水、出ましたサウンドラ放水。さあここから通常投げ、さあここから前は抜けている。さあさあ攻防区は鳴らされたか、さあリボンで盛り返ってくる、おどうだ、下パンカウンター、立ちパンカウンター、わあどうだ、前前 P プラス K、 おっとここで誇張壁、さあ 3P プラス KP 通称ジン、さあまあ両者マッチポイント。さあゴミ拾いから、わあ好きだが出た、こっから下段でこかしていくが、ちゃんと屈伸しますね。さあ側面からちょい上が入る、さあ虫の息、おっともう下段上段中段でもう何をすればいいのかわからない、これは家庭用人生には厳しいんじゃないでしょうか。さあ勝者はマタアリチキン、まだまだ新山には負けてらんないと。さあマタアリチキンが勝利して2人目、さあ最近世にも珍しい冷静対決、マタアリチキン対タラミどっさり、渋川対具志堅祭りです。これは祭りですねこれ。祭りですよ。いかにちょい絵が当たるか、いかに休憩が当たるか。さあ安定のアイリーンステージで、さあどっさりなのかマタアリなのか。あいやさあ最初に積もったな、どっさり積もりましたね。さあここから、さあどういく、おっここからか、背負っているのはタラビだが、おーっと前がバッチリ、タラビどっさり、さあお前しゃがんでんだろうと。一本選手はタラミどっさり、さあ下パンで割り込んでちゃんとコンボ入れる、この辺さすがですね、やっぱり8万試合しているこのハゲが弱いはずがないと。さあハイヤーに対して、おおちゃんと腹に下げている、さあ
マック選手ポーズ。おっと、ゲダミ出しちょいえ。こっからどういく。おっと、飛んでいるとこにもちょいえ。さあ、こっから、おお、2月が入って受け身取れず、さあ、マタリチキもマタリチキも試合数なら負けたいねと。さあ、こっからどういく。さあ、側面から PPP が入る。さあ、ちょいえが白手に入る。おっと、起きるすぶし。この辺はさすがですね、タラミさん。そうですね、これは私がチョイエと呼んでますけど。おっと、独立対独立、勝ったな、マダリチキに。さあ、こっから壁を背負わせた。こっからのレイフが強いぞ。あ、どういく。おっと、さあ、ガード外しから、さあ、パンで割り込んで、おっと、だおー、どんどんと、お互い一歩も譲らない、またあるチキン対タラミ、両者マッチポイント。さあ、浴びせ蹴りから、さあ、通常投げ、待って待っての通常投げ、はい、やーに対して一応確認するね、これ。さあ、ここからちょいえ、これは終わりましたかね。さあ、やはり8万試合した俺のハゲがこんなに弱いわけがないと。タラミどっさりが、どっさり持ってきました。そしてタラミどっさりに対して白ズコがここで入る。先ほど好調だったらあれですね、ニャンタ大戦争はちょっとお休みということで、まずはここは白ズコが確実にレーフィーを仕留めるということで、壁なしですね。さあ、タラミどっさりこの逆風に対して、さあ、どう持っていくのか。おー、ハイヤー、壁がなくてもハイヤーは減るんだと。さあ、どうだ。さあ、しっかりとシール、おーっと、こうさばいて、さあ、ハイヤーナイス、シャバで割り込む。おー、有利に進めているのはタラミどっさりか、不屈のゴミ拾い。さあ、一本選手はタラミどっさり、白の子、ここは負けられない。どういく。おーっと、ちょいえ、これボッシャーがいないし、ちょいえが当たる。さあ、通常投げ、もう半分ない、壁がなくてもレイフは強いだと。ハゲが、おーっと、休憩が当たって、さあ、虫の息、前が通る。さあ、こっからどういく。お前がゴミ拾いだ、俺はさ、さあ、最後はゴミ拾い。マッチポイントはタラミ、白の子様、白の子様大丈夫ですか。さあ、キューキャンからちゃんと投げを取って、さあ、ミドルスピン、ここから前は抜けている、通常投げ。さあ、タラミ、そして前が通る、ダッシュハンマー、あ、 4K、 おーっと、空中で当たって、さあ、マックス選手ポーから通常投げ。さあ、ここからどういく、どういく、肘ピー、どうだ、出し切らない、おー、ゲダオカードシール、さあ、大人のボッシャーが。さあ、これは、これは白の子大悟さん、これは、いやー、白の子さん、今日ちょっと今のはバップもんじゃないですかね、これ。さあ、タラミが、タラミが止まらない、どっさりが止まらない、今日のタラミは注意が当たる。さあ、そこに対して先ほど校長、ニャンタ大先生、ニャンタ大戦争ですね、これ。さあ、残るはニャンタだが、相手にはどっさりと、誰が残っている、コービーが残っている。さあ、残されたら2枚。さあ、ハイヤー裏切りだ、ハイヤー。さあ、壁がなくてもハイヤーは減るんだ。さあ、こっからまあ抜けている、なんかすごい移動距離でしたね、これ。こっからどうだ、おー、前が通る、最大ためが、最大投げが通って、こっから、わーっと、ボッシャーから後ろ、
一本戦車タラミ、タラミが止まらない、乗っている、ファイヤーさあ抜けながら、どうだ、おー、三段は失敗したか、前は抜けている、お前の、さあ後方は確定だ、いや、選球隊じゃなくてですね、あのちょいはあの 9K プラス G ですね、そういったわけのことですね。さあ複数のゴミ拾い、おーっとバウンドで拾って、あー、タッチパン、タッチパン、タラミが乗っている、さあマッチポイントタラミ、わーいやー、うさんくさい当たりが倒した、さあわーいやー、2発でもうこのヘリ、さあどういくか、あげたちょい、さあこんだけちょい当たったらそりゃ下段がおるすぎもなると、さあタラミが止まらない、さあタラミが3人抜きでなんとか2位抜きを決める、いや素晴らしいですねタラミさん、なぜこの戦いがコビー戦でできなかったのかという話ですけども、まあいいでしょう。というわけで、決勝トーナメントですね、今度はコービー、タラミ、サントラのチーム対不動アキラ、同時にやん、アキカのチームです。今日は不動アキラが随分好調ですね。あれよく見たらあれですね千田アクさんのチームは予選敗退ですか、武帝様予選敗退やむなし、もうジャッキーの武帝様予選敗退、やべえ、ジャッキーの武帝様2人とも予選敗退ですねこれうわ、武帝様2人とも予選敗退、いやー、やっぱりこの大会ってジャッキーは勝てないんですかね。さあサウンドトラック A 対空き缶、ちょっと面白そうですねこれ、家庭用対家庭用、さあそうですねこれ、ちょっと空き缶くんちょっと頑張っていただきたい、さあ空き缶くん負ければ、降格、負けられない試合がそこにある、さあサントラ法政がまず入ってさあヤクオが入る、さあカイコからコンボが入る、どうだ、いや、おお確定ですねこれ、さあエクセレント、一本選手はサウンドトラック A、 言いづらいからサントラでいいですかね、さあ横中抜けている、さあ回顧からコンボが入って、いやこれ突っ込んでいくわ、おっと B プラス K が入る、さあここでどうだ、おっ、ああヤコがカウンター、マッチポイントはサウンドトラック A、ヤコで突っ込んでいく、さあアッカン君はちょっとここでなんとか一歩取りたいが、おっと小木に対して、さあ後ろが通る、おーどうだ、ま、飛んで前、さあ後ろが選手に対してちゃんと投げましたね、さあここからサントラ放水、おいやー気が強い、ラスコーが来た、我らのラスカルが来ました、
か今これなんか個人戦ですかこれ。いやこれあの決勝トーナメントの1回戦、はい、これ不動明のチーム対コビーのチームのですね。あー両方負けてほしい。両方負けてほしい。残念決勝者はどちらが出る。さあサントラがアッカム君を倒して、さあ2人目に出すのはタラミなのかコビーなのか。タラミすごいですからね、さっきあの3人抜きしますからね。何ですかね、何が起きたんですかね。あのハイヤーが全部当たる。あーそれ勝ちますわ。あそれ勝ちますわ。白抜こうに一歩も取らせませんでしたからね。あー白抜こうが負けた。負けた。何を作ればいいんですかねこれ。シワあたりですかね。いやおっとここで同時にやん。あそうか、圧巻が負けたので同時にやんですね。さあ、ニーヤンがサウンドトラック A に襲いかかる。乳首ニーヤン、あ、入ったね。これ、このチーム勝ったの決まってんじゃないですか、これ。あ、これいやいや、俺らのチームは1点1倍ですよ、これ多分。1点1倍。いやなかなか1分かけてやっとビール代出るかなぐらいレベル。さあ、ニーヤンが選んだのは廊下ステージだが壁に持ってかれてるサウンドトラック A のサントラ、おーっと出ました。ただ飛びたいだけの三角飛び。さあここからツートラが抜けている。まさかのここで、そして後ろコンボが入る。おっとまさかの一発止め。ボケで目印バーチャ2ですかね。おっとケイキャンとケイキャンとは一体ケイキャンとね抜けている。そして最後は当てみと、さすがニーヤン、やられ方のプロですねこれ。やらさあサントラ放水、サントラ放水出ました。コンボが入って、さあ今うわーっとバレてる、バレてる、バレている、バレてる、エクセレント。マッチポイントはサントラ。さあニーヤン、多分今これニーヤンかなりあのあれですね、あの挙動ってますねこれ。困ってますねこれ。あこれはさあどうだニーヤン、こっからいけるのか。さあ狙ってるか、ね、さあひじぴおっと、おお張り付いた。さあコンボが入って若干安いですかねこれ。ちょっと安いですね。で肘、ああ大招集、あなんとかニーヤン自分を取り戻した。だがマッチポイントだな、サウンドトラック変わりない。さあここから固形から、おちゃんとコンボをして後ろ。いやあ多分あれあの置き攻め重視だと思うんですよ、ね。おうわサントラ補正、あ後ろは抜けている、見せてもらったと。あ今もサントラ補正が下盤でカウンター取られた。まあ実際このおおビラコー、あ今も狙ってますねサントラ補正。さあ前が通る、さあどうだ、タイトーリー前は抜けている、外体からおっとコケ 3P がカウンターヒット。おい出ましたサントラ鉄団子、ドガンドガンドガンと、あロマンロマン溢れる。さあまさかのサントラが2人抜き。さあここに対して不動明、鉄団子といえば不動明。いや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 、鉄団子ではうちのサンタですよ。ああサンタですか。昔うちのサンタがですね、ええテツさんと戦った時があったベイで、はい、で最後テツさんで130秒減って勝ったんで、バブさんにちょっとあのアキラ使い連れてこいって言われて、危ないやつ、危ないやつ、危ないやつ、今来ました今。さあアキラ対アキラ、さあどういく。おっと、まあ、これは本当に昨日の負けちゃダメなやつ、ね、負けちゃダメなやつだと思うんですけど、ただ相手もね結構動きがねいいんですよね。あの重なってないあの小木がいい感じにしゃがみヒットするというね。お八門階だ。さあ一本選手はフードアキラ。さあバーチャワンからやっているフードアキラ。
バーチャー歴は誰よりも長い。さあさあ、ピーパースケール、おっと安い、後ろ抜けている。おっ、経験いい経験、おい、いい長山。さあ一歩も引いてない。さあ P から、おい情報、おいおい、いいね、あれ、おー、長男あるよ、はい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 。さあさあ、こっから前が通って、さあどういく。おーっと、ヤッコーがカウンター。まあしょうがない、なんとかあそこからマッチポイントは不動アキラ、そして前投げが通る。いいな、前投げですね。ああ、いや、当て身が、さあサントラ放水、みんな見えない、いや老人後ろ抜けている。おー、休憩を魔法で潰して、また後ろが通る。タチパン、下パン、ビャッコと、この辺明らかですね。あーリボン、今の何だ、何読みなのか。あー、あ、家庭用は武帝なんですよ。お、ヤクオが刺さった、あるよ、あるよ、これありますよ。長男が当たって、トン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 、トン、あれあれ、不動産、不動産どうなの。あー、あーテビー3人抜け、いい試合はありがとうございました不動産。いやー、これは素晴らしいですねというわけで第2試合は大野 MJ 平対よすがカベゴン神楽坂。Round three.
覚悟が違うわ。セレクトモード。はい、じゃあ高木が適当に喋ります。家庭用は武帝のサンタラ。あ、サンタさん武帝なんですかね。家庭、あ、なるほど、一応。あ、落ちましたが、ということで、はい、じゃあサンタラさんはだいぶお強いということが分かりました。今はカベゴンさんと平さん、あ、カベゴンさん今日参加していただきました、ありがとうございます。久々ですよね、ランダム対抗戦。平さんも今回初ということです、ありがとうございます。カベゴンさんの攻めが止まらないということで、まあ、あっという間に2本でアッパーからの、さあ打撃が止まらない。さあ平さん 押されてるけど、うわー、このなんか微妙なディレイっていうか、なんかこのカベゴンさんリズムが止まんなくて、あっという間3本取りましたけど。さあカベゴンさんが勝ったところで、続いて大野さん、 MJ さん、平さん、今平さん負けてしまったんで次は大野さんですね。さあ大野さんを空拳制ということで、花のように大野ですね。さあカベゴンさんと行ってみましょう。あー、ちゃんと返しました。さあカベゴンさんの攻めがまた止まらない。壁際でもちゃんと下段から、あれはきついですね。あー、煽ってる煽ってる。さあ小野さんが取り返したいが、はい、膝が入る。お互い距離取って、アッパーからの、あー、半分近くやりましたね。さあガード崩しから、おっとバウンドしなかった。さあピン投げと、あー、追ってる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 、いいっすよ。さあカメゴンさんちょっとあれですね、乗ってますね。さあ投げからどう攻める。さあ K が入ってカウンター、コンボでかい。さあ拾われて、なんか怪しいけど、あー、追ってる追ってる追ってる。さあカメゴンさんがもう負けてないっすね、全然強い。さあ誰が出てくるんでしょうかというところで、おっと大魔王 MJ さん、あれ、なんかリングネームが M シャープ17 M 谷 J よくわからんですが、そして伝説へ。さあカベゴンさん、これカベゴンさん勢い止まんないんで、ちょっと MJ さん何としても止めたいところですが、どうなるでしょう。さあいきなり抱きついてきて、さあカベゴンさんのからの打撃が、投げが入る。さあおーっと膝が鋭い、これがカミソリのように刺さりますね。さあお互い下盤からのフラッシュが入って、あ、半分減りました。おーっとアップ、な、抜ける、ちゃんと抜ける、投げる、いいっすよいいっすよ。さあ下段置き蹴り見てましたとばかりのさあ MJ さん1本取り返していただいて、1、1、さあ、あ、来て投げ、
抜ける。ケイパンから投げ。いいんじゃないですかね、MJさん。ペース的に。お、膝が使ってしまって。いいですよ。ゲーダウン投げ。ちゃんと入りますと。さあ、MJさんリーチですけどね。さあ、カメゴさんもここで、まさに壁をゴンと攻めたいところですが。おっと、投げて。いいですよ。さあ、なんかオンカウンターで結構お互いやり合ってる感じ、殴り合ってる感じでいいですね。さあ、結構これ痛い。壁を背負ってるのは MJ さんだか。さあ、これ投げとやり返すね、MJさん。いいですよ、いいですよ、ありますよ。あー、最後はカビコンさんの打撃で勝利ということで、はい、というわけで、カベゴンのしょうもないばあちゃんに負けてしまいました。はい、というわけで、ヨスガのチームと、コビのチームですね、あ、決勝ですね、よろしくお願いいたします。お互い大将が出ないまま、決勝トーナメント、決勝というね、これ決勝です。お互い大将出ないままというね。さあ、最後は決勝ぐらいはちょっと大将戦まで行ってほしいんですけどね。できなかった自分が言うのもなんですけども。さあ、大将戦まで行ってほしい。コービー・タラミ・サントラ対ヨスガ・カベゴン・神楽坂。はい、決勝いきましょう。はい、さあ、まだ今日オケラの神楽坂ウルフ、あ、いや、でもさっき勝ちましたかね。に対して、さあカグラッキー対サウンドトラック A。 あー、老人にちょっと総化ホースがきついか。老人にはちょっと総化ホースがきついが、頑張っていただきたい。まあ、神楽坂がずっとガードして解雇で知るんじゃないかなと私は踏んでるんですけど、はい、あっと下段投げ入る。 PK から下段投げ、しっかりしてる人ほどハマる。さあ、それに対して情報、さあここから、おっと、どうなの、後ろが通る、コンボが入って、ああ、カオボク長打、あっと通常投げ、魔法ガードして投げて、おお、キャッチを下盤でカメラを取って前投げ、日本選手はサウンドトラックへ。おーっと、初っ端から P プラス K でダウン取っていくが、あー、後ろが通る、あー、さあ、サントラホース、さらに 4P で、おーっと、暴れていた、そこに頭崩れが入って、カグラ坂フルも1本取り返す、下盤から膝、さあ、ドーンで、どうだ、後ろは通る。さあ、リボンで、あ、前は抜けている、さあ、やっき、カイコ、
さあどうだ。おー壁ずるになる。こっからしゃがん、おっとしゃがんで魔法項目当たる。マッチポイントは三度だけ。さあどうだ。さあ休憩が当たる。あっと受け身を取ってしまった。まあ後ろさすがに後ろは抜けて、こっから崩れる。コンボが安いが下段だけ抜けている。さあ解雇。さあコンボが入って、おっと情報が入る。まさかの、まさかのあそこでローパンチカット。あれは総化放水呼びなんですかね。多分総化放水も取れない気がするんですけど、まあいいでしょう。さあ一人抜きはサントラックへ。あこれに対して、壁ゴンが来るのか。壁ゴンです。さあサウンドラック A さんは多分秋葉を知らない、秋葉を知らないイコール壁ゴンを知らない。壁ゴンを知らないときついですよこれ。さあ壁ゴンに対してどうやって、ああ後ろが通る。おっとコンボをミスってしまったが、解雇からリカバリー。さあ壁まで持っていく。さあさサントラ放水がガードしている。おっと P3P 当たってコンボが入る。さあここからどういく、下バンカウンターから、おっとリーボン。サウンドラック A が一本選手。ああどうだ、おー下番から、さあこれです、これが壁ゴン。膝どっからでも飛んでくる。さあ通常投げ、おー下番から肘、下番、あー P3P が入って壁ゴンが一本取り返す。わーバックダッシュドーンが入って、おー役王がまた多分これ飛んでましたね。サントラさん若干このコンボが安い気がするんですけども、おっとリモンで拾っていく。さあどうだ、前が抜けている。はい出ました項目。さあ壁ゴンカウンターヒット、マッチポイントサントラック。さあ壁ゴンでも通じないのか、後ろは抜けている。おー役王がカウンター。さあコンボが入る。お横から入って壁よろけまで行くが、コンボを見せる。さあ情報、おっとこれは入んないんですかね。さあリボンから、おー通常投げ。さあさあいつの間にかディフェンシブになっていいな。さあどうだ、こっからリボン、キャッチの前は抜けている。あーっとハイキックが入るが、さあよろめいてしまうか、ヤクオがノーマルヒット。さあ項目が当たる。さあ下段こっから、あさあ制限よ、これが秋葉原、これが秋葉原です。対策がなっていない。というわけで、さあ大将ヨスがサウンドトラック A はまだ先方です。ヨスがに託されたのは あと3枚。またこれ大将まで行かずに終わってしまうのか、それはちょっと大会としても避けてほしいところではあるんですけども、さあサウンドトラック A に対してヨスがはまずはここは抜かないと。さあ集中、おー下パンで後ろ抜けている。さあ横からカウンター、カウンターと、あーっと側面有利が止まらない。あーっとサントラ放水が出た。あこっから下パンで、おー下パンカウンター、解雇シャーカ PK と後ろが通る。
サントラの後ろは通る。ああ、ここは 4P。 ああ、サントラホースへ。一本選手はサントラトラックへ。ああ、ヤクオがカウンター、コンボが入る。しっかり入って、ああ、小僧賞は入らない。下番、下番と、おっと、裏切りの4 前抜けている。ああ、後ろが通って、ここは危ないところだぞ。さあ、か壁張り付け。だがまだまだリードしているのはサントラ薄いだが、こっからどうだ、下番マッチポイント、サントトラック。さあ、様子が踏ん張れるのか。さあ、 B4B、 B が通って、側面から後ろが通る。サントラの後ろは通る。ここからどうだ、おー、ミドルカウンター、後ろは抜けている。ここからシャカピー、あー、サゴが入る。あー、リモンカウンター、サントラホースイ、あー、前抜けてる。どうだ、あー、ローキック3人抜け。優勝はサントラタラミコミのチームです。おめでとうございます。最後まで3人抜け。いやー、秋葉勝てない。あー、サントラがサントラ旋風を巻き起こす。というわけで、そうですね、これでチーム戦はこれで終了と。はい、というわけで、この後は個人戦があるんですかね。個人戦がありますので、まあ視聴者の方も、まあ個人戦の方までよろしければ見ていってください。いや、サントラ旋風ですね、これ。家庭用ブテリューブテのサントラさん押しますね、これ。
あ、そういえばなんかサウンドトラックさん、なんかサントラさんもなんかコメントをということで。コメント。でもこれ店の中に音入っちゃってるからちょっとあんま喋りたくないんですけどね。なんか派手ようだね。人間同士の会話をしてるところみたいな。人がいないとね。人がいないと会話ができないんですけど。いやでもすごいですよ。サントラ放送。あ、そうね。あれはもう癖というかあんな感じなんですけど、とりあえず近めで、はい、近めで言うと中の人にね声が届いちゃうのは怖いんですけど。いやいや十分大丈夫です。あ、まあいいです、大丈夫ですよ。はい、煽ってなんもなんで。あんま、うん、そもそも私はあのまあなんだろうな、家庭用の大会が何回かあって、はい、で私参加してないんですけど、はい、明け勢の人が結構、うん、来てくれてるみたいなんですね。おうおう。でじゃあお礼をしなきゃいけないなということで、家庭用勢の俺がじゃあ今度明けの大会に行ってみようかなってことで。ああ、それで今日出たと。そうです、そうです。ああ、なるほど。いや、やっぱなんかサントラさんいつも放送見てたりとか、まあ、今夜配信してくれと言ってますけど、しますけど、うちの放送はねあのアンチばっかなんですわ。ああそう、アンチばっかり。もうそれが楽しくてしょうがないんですけどね。最高に。いい感じに引いてくれてますね。もう最低なんで。最低なんで。はい、いや、さすがね、家庭用で4万試合はすごいですね。やることないんでね。やることない。本当。いやいやいや。あ、いや、でも素晴らしい試合でしたよ。2回連続3人抜きですから。ね、運が良かったですね。あれは。あの後ろがね全部通る。ね、不思議なことに。不思議な。何抜けてんだこいつだと思いながら。何。なん。本当運が良かったな。なん、どうぞ、なんかお座り。あ、いや、あ、私は全然もう家庭用のなんか宣伝しなさいよと言ってますけど。あ、そうですね、私ちょっと座らせてもらおう。ええ、やっぱあの 2P 側が嫌なんですか。 2P 側は嫌ですね。 2P 側は嫌と。あのコビーさんとタナミさん今日初めてあのお話しさせてもらって、ええ、すごい2人ともいい方でね。ああ、それはまあ表面上だけなんであれなんですけど、はい、ひどい、ひどいな。いやいやいや、あの大体クソ野郎ですよ、バーチャルは。そんなことはないと信じたいんですけどね。最初あのこう大会3時ぐらいに来た時に、はい、ああ誰も知り合いないなと思って、ええ、一人でスマホをね、ええ、ポチポチしてたんですけど、まあいい。俺でもひどいよこれ。何これ。いや、サンドラさんもクソ野郎だよと。そうなんですけど。だからそのランダムチーム決まりましたっつった時に、ええ、あ、サンドラさんですかって来てくれてありがたくて、ええ、でやって話してるうちにねちょっと仲良くなって、ええ、でああしろこうしろっていろいろ指示をいただいて、あ、でやらせてもらったらまあうまく噛み合ったのかなっていう。ああ、まあ一応なんかあのコビーとあのタラミの、はい、あのしょうもない、あの、あれが。いやいやいや、しょうもないし、しょうもないあのアドバイスが。バッチリ、こうそうしたという感じ。ああ、なるほど。いや、いいんじゃないですか、本当。で、次は個人戦ですよね。ね、今日個人戦あるの知らなくて。ああ。もう人に寄りかかって、俺は大会に出ようと思ってたんで。ああ。いや、でも、あの個人戦もちょっとこれね、サントラ旋風、ちょっと期待してますよ、私。ちょっと文字やったら、ボコボコにさっき負けて、いろんな人に。やべえじゃん、今日。いや、なんかそう、コモクがなんか酒に対して全部当たってて、ああ、そうですね、オクラセコモク大好きなんで。いや、なるほど。オクラセピザとオクラセコモクが大好きで、いや、あれはなんかすごいヒット率だったんでいいなと思って。いや、ね、当たってくださって本当に助かりますよ。で、家庭用はね、結構先行入力気味に行動しないと何もできないんですよね。ああ、まあ、だからコモク見てからガウするっていうのは、うん、なかなか厳しくて、うん、だから総合補正もバカなガウし、なるほど。で、ああ、なんか総合補正当たるやんけっつって秋の大会でやったらなんかジョセフさんがサントラ補正がどうのこうのって言ってくださってね、ありがたくて。ああ、あのジョセフさんのメスイキスイッチ押せたかなってそう思いましたね。なるほど。開け勢にバレてなかったから通じたねとか、なんか逆にすげえなんかディスリーなんですけど。いやいやいや、ありがとうございます。いや、いや、普段放送こんなコメント来ないしね。サントラさんおめえと。お前何やってんの的なコメントばっかりで、まあそれがいいんですけど、結構カオス。いや、まあ、アンチがいるイコールそんだけファンもいるってことですから、ありがたいです、ね。アーケードに来んじゃねえよお前って、なんか誰もだって誰だよって、ひでえこと書かれて。直接言ってこいよって。いや強かったですよ、本当。なんか見た感じもあの薬王とかも全部刺さりまくってたし、うん、最速を意識して、やれたところはやれたかなっていうところは、うん、いや全然もう通じる内容で、私も見てて面白かったですよ。
壁を本当はねアケの人にやってもらいたいんですけど、まあちょっと話聞くとやっぱりそのラグが我慢できんよと。でアケにも影響するんですやっぱり、私の試合見てら分かるけどお前コンボ出てねえじゃねえかってね、そういうことなんですよ、はい、もうね違うものと分けて考えてくれればなってね。まあ確かに、ただあれなんですよね、あの今の現役の人はみんなあのアーケードで慣れちゃってるからっていうのはあるでしょうね。確かにそうですね、負けないの人も結構あのサンチャさんとかやって、名前出してすいません、今度は謝りますね、やってくれました。じゃあこれからまたあれですかね、あの2強体体制であの個人戦があるので、はい、またあのそこでまた当たればサントラ旋風をまた巻き起こしてほしいなと。多分ね、気がついたらアキラが倒れて動かなくなってると思うんですけど、あれそうですね、じゃあちょっとまたこれで個人戦の方進めていきましょうか。はい、じゃあどうぞ、今日はどうもおめでとうございます。ありがとうございますまた来たよ。はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、あれ？
the train, eh? Come on! はい、というわけで、第1兄弟は圧巻軍隊平、平がジャンで出ますね、これ、うん、そうなんですよ、今日ターモン君いないんですよね、あーどうだ、おーさばき、あー当てみ、どうし2じゃなきゃ、あ 4KP、 あー出ました、このさばき置き出し切る、マッチポイントは平、どうなの、アキラこれあのジャン知らないと手技全部取れちゃいますからね、あーコンボが入って壁がでかい、あーどうなの、あー壁行ってしまった、マッチポイントは平、おーヤコウがカウンターに入る、あーコンボしっかり、あーガラサシ有利、あーっと避けられて、どうだ、コウボくん、ヤクオがカウンター、アキカくんこれは行きたいところだ、おー後ろからさあ両者マッチポイント、これ来てますよ、ちゃんこダイニング若が来てますよこれ、あー今の、おーいいですね、横投げ抜けて、おー K プラス G、 多分停止だったんでしょうねこれ、前が通る、あー狙いは良かったんですけどね、おー項目が見えましたね今、残念、平が勝利と、で次は第一兄弟はカメゴン対 MJ、 カメゴン対 MJ ですかね、で第2兄弟は、第2兄弟もカメゴン対2代目兄さら終わった感じですかね、あ同時にやん対ん違うか、2代目兄さらと同時にやんはもう終わった感じ、そしてゲルシー対 MJ ですかね、で第一兄弟は第一兄弟はチダーク対、あーっと影の空剣生誰だろう、1311311って誰だまあとりあえず画面の方はカベゴン対 M 谷 J、
ただ MJ はちょっとベネッサが苦手だって言ってましたね。まあジェフリーで楽なキャラはいないでしょうけども、まあ減りすぎ問題減った。さあどうだ、あー下段に活路を見出すけども、一般戦車カーベゴン、あーどうだ、あーっと出し切ったが通常、まあそこだとやっぱり後ろは抜けられますからね。うーんやっぱり前、おーっとカウンターヒット、あーどうだ、あー髪よろけ入ったか、残念、おっジャンプ系 M 対 J 兵も1本取り返す、 PK 返してヘビーミドルガードされている、サント長谷をしゃがんで、そして後ろが通る、ドカンと、あーどうだ、あー PPK 確定、こっからあー通常投げ PP と今鼻フックが見えましたね。マッチポイントは M9 J 兵、お来てますよこれ、どうだ、おコンボが入って、今度は後ろが通る、いけない、そう壁には当たらないと判断しての後ろ、あー壁ずれになって、おーヘビーミドルが当たった、 M9 J 兵勝利、ということは次は第2筐体は大野対サントラさんですかね。はい、
いやーすいません、負けてしまいました。謎のジャンプパンチの投げに行ったら何も隠んないんですね、あれお、ニーヤン対ズボ、これ熱いですね、東証東証ですよこれいやーすいません、どんまいあり悔しいが さあ、ニーヤンがなんか はしゃいでますけどもハイフェンス、これはちょっと面白いんじゃないですかね。あっと、サコが当たる。どっから行く、どっから行く、おっと 1P からカウンターから投げ、 P カウンターこうが当たるしで投げ、ニーヤンが乗っているのか、あっちそうだい、背中側に避けてましたね今。そうちそうだいから俺にも策はあるんだと。さあ肘はから、どうだ、おお 1P で暴れて、あえて止めての後ろガード外し、さあさっきからさっきからガード外しの後の距離感が絶妙に間違っているいいやんか。さあ食らわなくていいダメージを食らいながら大相撲が一本選手、あ一本取り返す、1対 1P から、肘カウンター高層昇、これはノーマルヒットでしたね。ガード外しミドル PP が入る、あっ基礎は下げて、あっ大通り、これで壁前持っていく、ラッキーズボン、さあ大通りでマッチポイントはズボン、おどうだ、ガード外しはカウンター、ガード外しミドル PP と、さあ下盤でカウンター取って、どうだ、肘からガード外し、ガード外し祭り、さあアキラじゃないのに肘 P で壁に当てましたね。ああ通常は抜けている、肘ハート、どうなの、ああ最後は最後はシャッカー P の回転客、まあさすがにこれはズボが試合を制しましたね、これは。でこちらはあーっと平対ニャンタはもうすでに終わった後、ニャンタの勝利。まだまだ練習のつもりなんだがな。じゃあ第2兄弟は次はヨスガ対不動アキラですかね。ちなみにヨスガはジャッキーで出るそうですよ。いや強いっすよ強いっす
さあ、様子がたい不動アキラ、ドラブリーズ&ヨスガと書いてますが、これただのヨスガですから。はい、で、不動アキラはえ、GG? あれ、確かパイとか言ってませんでしたっけ。あの、時間がないですよ、時間がないですよ、時間がないですよ。不動さん、まさかのノーカード。いやこれバップモンでしょ、これバップモンですわ。いやー、用意しとかんかね。そこにターミナルがあるでしょう。さあノーカードパイ対様子が、さあどうだ、サブキャラ対決、2ストライクが入る。さあ下場からどうだ、前が通る。あ、1ケージが開いてどうだ、なんか飛んでますけど。さあしゃがみガードして肘が入る、そして重ねが入ったがヒットハゲができない前、あっとワンチャン狙った。ああサブキャラですねこれ、サブキャラですね。日本選手は様子が後ろ抜けている、通常投げ。ああここからどうやる、ああハイアングラガードしている。ああっとしゃがんでいる、ケージカウンターからしゃがんで、あどうだ、肘けつなげる、前は抜けている。さあどうだ、細かく攻めているが、どうだ、1ケージドン、あっと肘が最速だった、マッチポイントは様子が。あどうだ、パイは細かくいって前が通る、下段投げは通らなかったか。あ通常が通る、ここからどうだ、前がなんか変な動きしましたね今。さあどうだ、あっとドーンが入ってボッシャー来て469Gが入る、一本取り返す古明、どうだ、通常投げとアッパーをガードして前へ前へと、あどうだ、おっ、あ打撃投げが入って 4KK 立たせて通常抜けている、側面から確定はしなかった、通常抜けている、抜けすぎじゃないですか通常。さあどうだ、あー肘、さあ勝利は様子が。え、これは大志兄弟ですか。お、たらみたい、たらみどっさりたい、チップラファール。あーこれ準決勝ですね。あーでチップが勝って、チップは決勝進出と、 A ブロックの決勝はチップ、でもう一方の方は白のこと、誰なんですかね、白のことズボですかね、うん、これは誰か間違いなんですかね。チダークが残ってますね、チダーク対 MJ ですかねこれは。さあジェフリーにきつい相手がずっと来ましたが、さあエブ対 JH はジャッキーに対してどのような戦いをするのか。
おっと先手を取っていっているのは M谷 JFA。 さあ肘系つなげる、おーファイヤーダースからコンボが入る、かっこいいですねこれ。あどうだ、おっとさあ下パン下パン下パンと暴れてんじゃねえよと。おっとあっけーカウンターからコンボがいく、まあ、オフェンシブムーブに対してちゃんと下パンで割り込んでますね。さあチダークは、おっとここは危ないとこだ、どうだ、よし下おっ前が通る、後ろがちゃんと回した、ドカンと、あダッシュハンマー当たる、どうだどうだどうだろう、出し切った、エブタイン JFA これはでかい、おーっと膝が入る、あどうだここから、おちゃんと屈伸をしているが前は抜けている、あここから壁よろけが入って、あー3発目のカウンターヒット、おっとおっとおーっと下パンカードされて肘の暴れが入る、マッチポイントはチダーク、おー B がカウンターで、あどうだあ肘 P がと、あ後ろ側面が止まらない、前が通る、おダウンの攻撃が入ってダッシュハンマーでお切り潰し、さすがの武帝様ダッシュハンマー、さあこっちはこの1さんという方とズボ、ズボがマッチポイントですね。おっと焦げ 3P が当たってどうどうなのどうなの、あらせん系が入る、3段が入って、おわー 1KK ズボ勝利、いやさすがですねズボさん。ということはこれズモさん決勝ですか、ズモ対チップズモ対チップ、面白いですねこれ、チップ無理とか言ってますけどね。で第二兄弟の方はこれサントラさん対ニャンタはもう終わったんですかね、そろそろ決勝なのでこれあれですかね、あの一大進行でいくんですかね、さあサウンドトラック A 対ヤンタ、これはちょっと数字が稼げそうな試合ですね。さあサントラ旋風が巻き起こってます、ここでヤンタを倒せば決勝あるよこれ。さあ 3PP からなんか NG コメントも出るぐらいの勢いですけど、あどうだ、あーっと停止が当たる、コボク、あサントラック、サントラ放水、 3KP が入って、あードーラが入って、一本選手はニャンタ、ほら前が取る、そうここからあー投げ返しが入っていた、あここからどういく、あタッチパンで割り込んで後ろが通る、サントラの後ろが通る、さあおっ
あー土雲が入る、トン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 、マッチポイントはニャンタ。さあサントラ旋風どうなのか。あーサントラ放水からリボンカウンター、ここに裏切りの裏切りの46ピンが入って、さあ開口コンボが入る。ここからあサントラ放水、ゲージーピンで一本取り返す。おーカールラ、カールラからコンボが入る。さあここからどの下パンカウンターだ、ロックカウンター。さあ 3PP ぶん回す、魔法からどうだ、お下パンカウンター、どうだ前が抜けてる。あー最後は土くんも、あーサントラここで敗れる。まだまだ練習のつもりなんだがな。あーな、にゃんたが勝ってサントラ様お疲れ様でした。サントラ旋風が負け終わったか。さあこれチダーク対ヨスガジャッキー、ジャッキー、あのヨスガのジャッキーがチダークのジャッキーに通じるのか、前へ前へ。さあヨスガがもうマッチポイント、さあどうだ、チダークはこれはさすがに負けれないですよね。オッパーが入る、これはでかいよ、トントントン。ここからどうだ、ヒジピンがカウダーヒットしてる、どうだ下パンカウダー、おーっおー見てからパクサーを余裕、あー 4K、 あーっと勝ったのはヨスガまさかの武帝様負けるいやーサーブに負けますかねというわけでこちらもヨスガ決勝ですね。ニャンタ対ヨスガなか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 の試合ですねこれいやヨスガはこれあの決あの個人戦のジャッキーで、チーム戦はラウです。家庭用で強い GO どうなんですかね、私もちょっと家庭用やってないのでわからないんですけど、あんまり GO 自体がいないんじゃないのかなっていう気がしますけどね。タカさんという爆炎師、タカさん知らないですね。これプレステ3ですかね、私も前やってたんですけど XBOX の方だったんでちょっとわからないですね。さあ決勝ズモ対チップ、誰がこの決勝を予想できたでしょうか。ズモ対チップ、さあ先ほどチップは無理と言ってましたけど、まあズボンはあれですかね、リオの殺し方知ってますからね。ああプレステ3なんですね、タカさんっていう爆炎神すごいですね、爆炎神って。ああこああズボナックル、ズボナックからおっと見逃さない、意地ハード、ああ見逃さない張り付いたエクセレント、うわあオズボが一本選手、さあどうだ、すごいですねこの絶妙感ですね。さあどうだ、通常は抜けている、あオアが入るさあ裏切りのオアが入って真ん中まで持ってく、飛燕電信章、わあ石系系、さあ踏んで後ろ抜けてる、どうだ、おっタッチパンからコンボが入って、いやー意地、あーまさかの位置下経験出し切り、どうだ後ろ通る、ボッシャーですね下ケージ、あーボッシャーに46系が入ってコンボ入る、おっとおーサーコー、そしてコンボが高い、高飛ばで入った、ちゃんとカウンター見てますね、さすがズボさん。さあここからあ肘ハート3-0、ズボの
ズボの笑いがこだまする、大山ニュートンにズボの笑い声さあズボがくす玉をくす玉当てて、そしてよすがたい、よすがたいニャンタもこれから始まるですかね。いやーひどいですねズボさん A ブロック優勝です。そしてよすがたいニャンタこれも誰が予想できたでしょう。いやーちょっとね、武帝のジャッキー2人いたブロックでまさかのねサブキャラのジャッキーが上がるというこのね由々しき事態いやー千田さんダメでしたね。いやーしょうがない、バカウマキュウリあげようって、これ絶対これ2代目じゃないですかこれそうカールラヤンタが先手を取っていく、おっとちゃんとしゃがんでいる、肘からドロップ、おきにげりを潰そうとしたが、おーハイアングルがドロップ、おー肘とニャンタが一本選手を煽っていく、ニャンタが煽っていく顔の割に煽るニャンタおーニャンタに固定ファンがいますからね、まあ男の子好きなんでしょうね男の娘と書いて男の子ねあーコンボが入ってどうだ、肘下パン、あー後ろ抜けてる、そして後ろが通る、マッチポイントはニャンタ煽るニャンタが煽る、どうだ、おー今のはもう当たる確信のあったビートだったんでしょうね、ビート B 出し切って、あ打撃投げが入って、あーガードがしっかりしている、どうだ、おお側面取って、あー勝って肘カウンター、ま、さあ一本取り返す様子が、あーどうだ、おー BLG から、うわーちゃんとしゃがんでいる、下段投げが入って、おー横からどうだ、ローキック、あー送球が入る、どうだ、後がないの、寄せ方ちゃんとしゃがんでいる、前が通って、あー後ろ、様子がもう 2-2 まで持っていく、あーどうだ、おカウンター、あー通常、おっとちゃんと、おっと膝が当たって半分後ろ抜けている、どうだ出し切って、あーしゃがんでいた、あーっとちょっと安かったか、後ろ抜けている、あーようやく後ろ通る、あどうだ前が抜けている、何が見えてる、ニャンタ強い、さあ最後はローキックでニャンタが勝利、全国のニャンタファン見てますか、あなたのニャンタが勝ちましたよというわけで、B ブロックの優勝はニャンタということで、これあの A ブロックの勝者、大相撲対ニャンタのまあこんなもんでしょうまあ頑張ったんじゃないですかね、はい、だいぶ頑張りましただいぶ頑張ったまあ血だく殺したからね、はい、まあ今話したのよすがです、はいどうも、はい、いやこれやっぱりあの最後のズモ対ニャンタというこのね素敵なマッチ、そうですねまさかのね石井さあ同賞対決、負けられない戦いがそこにはある、50戦配信はしてもらえるんですかね、どうなんでしょう、そうなんですかね、ニュートンさんの、ね、はい、ご好意の、まあそうですね、はい、元なので、さあズモ対ニャンタ、ヤバタニエン対オスモジャパン、あの末道分野うるさいですね、言いませんのでさあ開幕マイマイ系からしょっぱだから派手ですね、景気がいいですよ、さあ肘ピー、あーガード外し、今日はズボンさんだいぶ当たってますねこれ、さあどうなる、おーわー後ろが通る、
さあここで 1P 渋いね。わあ一本選手は大相撲ジャパン。あーここからああさっきからこの送球がねリバーサル送球おしっかり優勝 PP ちゃんとやってますねこれ。ああ小僧翔が見えた。あーいいですよ。ああ後ろ通る有利を持続して側面から当たって前が通る。これはきつい。肘カウンターローキこれきついですね。また高層賞見えましたけど肘をおーああ今クラブコあーイノシシさあ前が通る。天津範囲賞が入ってミドル。おーちょっと曲げに行ってますね。さあ通常が取ってあー横を取られる。おーガーター外しあー壁まで持ってく。さあ全然あるぞ。おー2発目が肘通常ほぼゴム。 あと1発一撃で死ぬ。あー肘肘ですね。おーこれ読みだったのか。狙い撃ってた送球をすかしてのラウ百個さすが狙いがおーコースリバーサル交差所俺にもあるんだとリバーサルは。あ後ろが通る。ここからおお双方スカル出た。選択肢としては悪くなかったけど双方使ってマッチポイントいいですね。決勝っぽいですよこれ。あーどうなる。ああバー2発目わーローキック。さあここから通常ちょっと遅らせましたね今。あここからおおズボナックル不発。あーおっとお互いぬるいお互いぬるいそして天津飯以上。さあ大相撲決めるのか決めれるのかローキック前最後は投げ最後投げやっぱり相撲なんだよな。というわけで優勝は大相撲おめでとうございます。さすがですね。さすがの相撲ですよ。いや強かったいい試合でした。ヤンタも頑張ったんですけどねまあやっぱり亀の子より年の子いやさすが最強ラウなんでハテナなのか分かんないですけどまあおめでとうでいいんじゃないかと思いますけどねさあこれで あ優勝者インタビューやっぱりここはズボンさんね。ズボンさん優勝者インタビューこれ四季の店舗大会以来の優勝じゃないですか。いやズボさん優勝おめでとうございます。あざーすあ魂抜かれちゃういやちゃんとインタビューせんかいおいしょ何これかお前いやさすがですよ。早速最後も投げでいやでもね今日ね初めてニャンタ君に勝ったんだよね。初めてえのじ合いとかじゃなくてのじ合いでずっと負けてた。まあまあまあ、まあ、開幕のなんかバックラッシュラウ百個はあれは早急狙いなんですか。あれ変わられない。あ変わられないですね。なるほどなるほど。あのタイミングが良ければ立ちパンの効果中にも当たる。その場カルラですか。あれはあのバックラッシュカルラにもその場カルラ。なるほど。本戦だとあの開幕カルラ超強いじゃん。はい、そうですね。それはもう殺すために。ああ、なるほどなるほど。結構有効なんだよね。深いっすね。こんなところでネタをバラしちゃいけないよ。そうですね。ネタ配信だから。はい。そういうわけでありがとうございました。はい。じゃあこの後あれ枠はどうなるんですかね。ちょっ とりあえず垂れ流しで、まあ、あの50戦とかは、まあ、ちょっとまだ分からずって感じですね。なんで、まあ、適当にこの辺のの試合でもちょっと見ていただければと思います。そうですね。一応今日はあの私大野 と、コビーの50戦をやるつもりです。はい、まあ、そこまであの枠があるかどうかちょっと分からないので、はい、またその時にお知らせしますね。はい、ではどうもお疲れ様でした。そして今日も、主催の高木くんにちゃんありがとうございました。皆さんありがとうございました。そして大山ニュートンさんもどうも今日もありがとうございます。